い、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は、なぜです。考えてみてくださいと。金駒がないんで、まあ、馬を作るんでしょうけども、まあ、とにかく、ここへ行かれたらおしまいですね。まあ、京と角のコンビで、ここでも行かせないよっていう感じで、1一角打ちたいですけど、そうするとこうなったらもう全然、4一から出して防げない、絶対ダメですね。なんで、3一絶対行かしちゃいけないってなれば、まあ、初手はもう、1三角と。これでまあ、今日のラインに逃げてくれれば、それはもう、飽きようとすれば、相利かずなんで、簡単なんで、ここは、2一に頑張ると。で、これでまあ、1筋に呼び込んで、飽きようとすれば、これで一応詰んでるんですけども、これは今、勝手読みで、この、1二角成に対しては、こっちに逃げられちゃうと、桂馬が効きなくなっちゃった。そうするともう4一からの脱出が防げなくなっちゃうんで、ここはまず最初に2一玉に対して桂馬が成る準備が必要ですね。ここにこの角はもういらないと。これはもう逃げ場が、まあこういくのは相変わらず角が成ればいいんで、同金の一手で、そこで桂馬が成れば同玉の一手で、これで3一角成と。これでもう詰んでますね。相利かずなんで。ということで、詰め手順の確認すると、初手が1三角、2一玉、3二角、同じく金、1二桂成、同じく玉、3一角成までの長手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。